日本東京都目黒区、下目黒下目黒は東京都目黒区の地名。現行行政地名は、下目黒1丁目から下目黒6丁目。郵便番号は153-0064。目黒区東部地区に属する。北で、目黒1.23.4丁目。東で、品川区上大崎4丁目。南で、品川区西五丹田3.4丁目。南西で。 品川区小山台1.2丁目、西で目黒本町1丁目、北西で中町1丁目と接する。町域の東部には平安時代前期の創建とされる滝泉寺があり、毎月28日の縁日には多くの人手でにぎわいを見せる。1丁目と3丁目は坂が多く、中でも高人坂は都内屈指の急坂である。四半世紀前の冬、凍結した。 後人坂を遥か下まで滑りを落ちて、大怪我する歩行者が続出することがあり、現在では手すりが取り付けられている。目黒駅を出発し、坂の町である一丁目を下ると目黒川で、目黒川を越すと平坦な二丁目。山手通りを越すと、今度は上りになって三丁目。三丁目の先は四丁目から六丁目まで順に並び、四丁目から六丁目は、おおむね平坦である。 下目黒四丁目付近に存在した庭園。明治35年頃に開園し、大正9年頃閉園した。明治時代には、向島百花園と並ぶ野種あふれる庭園として知られていた。下目黒四丁目から六丁目付近に存在した競馬場。1907年開場。宅地化の波に押され1933年閉場。その役割は、 現在の東京競馬場に引き継がれている。目黒通りを走る東急バス、元競馬場前停留所近くには、目黒競馬場跡を示す、戦前の大守護は、トールヌソルの銅像が建てられている。工人坂の途中にある大円寺は見るべき仏像の、多い古刹だが、明和9年の江戸の大火事、明和大火の火元になったことで知られる寺である。幕末に再建を許された、 大園寺は現在は都内唯一の石造り500羅岩で知られ、500羅岩は都の文化財になっている。本尊の釈迦如来来立像は国の重要文化財である。2021年4月1日現在の世帯数と人口は以下の通りである。区立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。住宅地の地下は、 2021年1月1日の工事地下によれば、下目黒産号22の地点で73.7万円、平方メートルとなっている。葛飾北斎、富岳36系より、下目黒江戸時代の下目黒は、下目黒村を形成し、米、麦、菜、タケのコなどを栽培する普通の農村であったが、下目黒村でも一部、大鳥神社や目黒不動村を中心とする。 自社軍は、江戸町民が多く参詣する、門前町を形成し茶屋、料理屋、土産物屋で繁盛していた。大鳥神社や目黒不動を訪れる目黒参りでは、江戸市民の四季折々の楽しみとして賑わい、高神坂や御之助坂は参詣及び下目黒村の、農産物を運ぶ道として交通が多かった。目黒一帯は、江戸時代から明治にかけて、 タケノコの名産地として知られていた。目黒不動の門前の数軒の茶屋では、タケノコ藩が名物として、タケノコの旬には、これが目当てで参詣する人が多かったとされる。下目黒の地名は、旧来の下目黒村に由来する。目黒の地名の由来は、諸説あり定かでない。滝泉寺に祀られる、不動明王に由来するとも言う。 地内に駅は置かれていないが、以下の駅が利用できる。目黒川とアルコタワー、目黒がジョエンパブアニューギニア大使館。歌手のフランク長江が自宅としていた土地に立っている。おナ,ナの井戸、ありがとうございます。